有限会社大朝交通とかね、いろいろあるんですよ。ごめんください、すいません、ごめんなさい、ちょっといいですか、はい、ここはあれですか、ツアーとかやってる感じではないですか。ツアーはちょっとここでは やってないですね。あ、まあ、営業所としてはまあやってますけども、ここでツアーの造成とかはしてなくて、はいはいはい、大朝交通さんというのはどういう、バス会社。バス会社ですか、はい、大朝の地で昭和46年から地元の足として人々を支える大朝交通。路線バスはもちろんのこと、さまざまな関連事業も手がけています。最近個人のお客さんでね、まあ、高速バスとかに乗ってくる人もいるんだけど、はい、結局ここに来たら何で移動しますかっていうこと、さっきのまあ移動っていう時にね、はい、それを自転車を使ったらどうかなということで、E バイク、電動自転車、最近ちょっとおしゃれな電動自転車も出てきたので、はい、まあ、それを使ったガイドツアーも、うちでやっていると。あ、そうなんですか、はい、山の中なんで、坂道も多いんだけど、うん、電動自転車なら楽に行けるから、まあ、老若男女、うんうん、はい、皆さんに使ってもらえるような、まあ、使って体験してもらえるようなこうツアーを今やってると。大朝交通が手掛ける電動自転車でのツアー、その拠点となっている大朝駅へ。あ、ここはまあ普通待合室ですよね。はい、おしゃれですね。で、町がここ今まで管理してたんだけど、はい、まあ、そこの管理も、まあ、できないということで、まあ、うちの会社で今管理をしていると。そういうことなんですね、はい。で、まあ、活用するためにね、うん、何がいいかなというので、まあ、さっき自転車の話をしたけれども、うん、まあ、そこのステーションというか、ここを基地にしよう。あ、ここもその基地になってるわけですね、はいはいはい、ここで、まあ、最初お客さんと、はい、出発する前に今日はこんなとこ行きますよっていうようなことをガイドと、まあ、所注意も含めてすると。そのガイドさんは、あ、ガイド、はい、ガイドをしていただくのは大朝交通の田口さん。普段の2時間や4時間ツアーの見学ポイントを教えていただきましたが、今回は近場のおすすめスポットを紹介してくれました。愛の里さんという、これで愛と読むんですか。はい、はあ、ちょっと読みにくいんですけど、天意の里って書いて愛の里、愛の里、はあ、さんというちょっと小高いところにある、わかります、ハーブ園なんですけど、こちらがその E バイク、はい、やっぱ電動自転車っていうよりはちょいとこうね、マシ取りな感じじゃない。そうですね、スポーツタイプでタイヤも結構太めなんで、うんうん、グラベルロードというか、はい、アクロとか未舗装の道でも走っていけるという、うん、いいっすね。でギアも7段階あるんで、はい、結構パワフル。くー、この季節バッチリじゃないですか。バッチリですね。ねえただ本当大事なことをお伝えしないといけなくてですね、私酒飲んでるんですよ。え大朝交通に行く前に福光酒造のどぶろくを堪能したので、電動自転車にはディレクターが乗ることに。じゃあお願いします。はい、では、はい、行きましょう。はい、お願いします。はい、行ってきます。高島さん、行ってきます。ええ、はい、よろしくお願いします。はい、追いかけますんで、はい、お願いします。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。なのでこう坂でもこうちょっとこう喋りながら景色を見ながらっていうことが可能な、まあ、鳥のさえずりとかが聞こえてめっちゃいいですよね、でこれが仏法僧の巣箱なんですかね。こういう巣箱も、はい、この北広島町に150とか、まあ、結構な数を。どうもやりました。どうでした。すごい楽です。あー、楽、全然しんどくなかったですね。気持ちよかったです。気持ちよかった。中島さんに乗っていただきたかったですね。そうっすね、本当です。私は私で今気持ちいいんで乗れないんですよ到着したのは
愛の里ハーブガーデン。5月下旬から6月にかけて広大な敷地にジャーマンカモミールの花が咲き乱れます。この辺に来ると匂いが結構強いです、ね、本当しないですか。今すごい香っするするしますね。あ、よかったよかったよかった。うん、しますします。カモミールのカモミールティーのね、青空と映えるないいっすねいいっすね。映えてますか映えてます映えてますか、いいですよいいですよ、はい、いやあいやいやあれ乗ってもないですとかとか乗ってないですただまあ本当にいいバイクはあの乗ったことあるんで、はい、その気持ちよさは分かってますし、うん、ここに来るまでにいろんな自然も見させてもらって、はい、なかなかこういうところをこう普段の生活で走るっていう大人になって走るってことはないと思うの で、ね、ちょっと子どもの心に戻った感じ、うんうん、近くになってもらって、はいはい、こう自然をサイクリングしていただけたらなと、はい、カモミールの香りを堪能した後は再び大麻駅へ。いや気持ちよさそうでしたね。良さそうだよよかったですね、はい、その本当ディレクターも喜んでおりました。最高だったと。ありがとうございます。ただね、ご飯を食べてないんで。あ、そうですね。あちらにあのキッチンカーをご用意しておりますので。いいっすね、はい、キッチンカー。キッチンカーが。はいはい、はい、すいません。うわすごい、うわドブロク照り焼きバーガー。ドブロクを使って照り焼きソースを作ってみた。飛んでるんですか。あ、もう完全に飛んでます。あのうちの子も全然食べれる。全然食べれます。あ、そうですか。3歳ぐらいの時から食べてます。そうですか、わかりました。3歳ぐらいの頃から今いくつかわかんないですけど今6歳です。今6歳。じゃあ3年前からいただいてるということで、はい、早速ドブロク照り焼きバーガーを作っていただくことに。注目はこちらのドブロクを使った照り焼きソース。調味料とともにドブロクを煮込むことで甘みのあるソースが出来上がります。お待たせしました。早い、来てたけたよ。いや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 、ボリュームがすごい。すごいっすね。すごいです。来ましたね。あ、まあ、そうです。じゃあいただきます。はい、いただきます。はい、うん、うわすごい。ありがとうございます。優しい甘みですね、うん、ちゃんと甘いんだけど、これがどぶろくの。そうですね、はい、どういう時にお店出してるんですか。そうですね、地元のお祭りだったりとか、うんうんうん、まあ、たまにここでやったりとか。あ、じゃあ休日になって、ね、タイミング合えばっていう、はい、あ、じゃあもうこれ見つけたらぜひ皆さんも買ってもらいたい、はい、食べに来てください。ねえ、いや美味しいわ。ああ、地元を盛り上げるべく様々な挑戦を続けるバス会社に沿線さん認定でございます。ありがとうございます。本当にね、気持ち良さそうでした。そうですね、はい、次回はまた走りに。そうですね